エクソンバルディーズ号原油流出事故。エクソンバルディーズ号原油流出事故。エクソンバルディーズ号原油流出事故。エクソンバレデスオイルスピルは原油タンカーエクソンバルディーズが座礁により、積み荷の原油を流出さた事故。この事故はこれまで海上で発生した人為的環境、破壊のうち最大級のものとみなされている。現場はプリンスウィリアム湾の遠隔地、交通手段は ヘリコプターと船の身ゆえ、政府も企業側も対応が困難であり、既存の災害復旧対策案は大幅な見直しを迫られた。この地域はサケラッコアザラシ、海鳥の生息地である。エクソンバルディーズはアラスカ州のバルディーズ石油ターミナルを1989年3月23日午後9時12分に出発し、5300万ガロンの原油を積んで、 カリフォルニア州に向かった。水先案内人は、バルディーズ海峡を誘導した後操縦をと交代して、下船した。船は、航路の氷山を避けながら進んだ。午後11時過ぎに、船長は操舵室を離れる際、三島航海士に、操舵の責任を託し、AB 級水夫に事前に打ち合わせた地点で航路に、戻るよう指示した。そして、事故当時は執務室にいた。 しかし、エクソン・バルディーズは航路に戻ることができず、1989年3月24日午前0時4分頃に暗礁に乗り上げた。この事故で、およそ積載量の20%に当たる1100万ガロン、24万バレルの腹が、プリンス・ウィリアム・ワンに流出した。事故原因を調査した、運輸安全委員会は、タンカーの座礁を引き起こした要因を次の4つに絞った。委員会は、 事情聴取のためクソン社に対し乗組員の就業パターンの変更などを次々要求した。事故調査報告書によると、このタンカーは事故当時5309万4510ガロンの原油を積載していたが、そのうち1080万ガロンが流出した。この数字は流出量の推定値として合意を得たもので、アラスカ州のエクソンバルディーズ原油流出信託評議会、 海洋大気庁、さらにグリーンピースやシエラクラブなどの環境団体も了承済みでる。一方、など、複数のグループは公式発表は流出量を過小に報告していると意義を唱えたが、その理由は海水中で微粒子化してしまった原油は計算に入っていないはずだからだ、というものである。まず微生物による原油の分解を試したが、あまり効果がなく、 次に、耐火性のブームを使い変地で、試験的に原油を焼却してみたところ比較的、良好な結果が得られた。しかし好転に恵まれずこの除去作業期間中に再度、焼却が行われることはなかった。ブームとオイルスキマーを使った、除去作業がほどなく始まったが、事故後24時間は、オイルスキマーを調達できず、厚輸送とケルプ、大型海藻の一種が装置を詰まらせがちであった。 ある民間会社は3月24日に科学的分散剤をヘリコプターで散布した。しかし現場では波が小さく海中の原油と分散剤が良く混ざり合わず分散剤は以後使用されなかった。その後分散剤には原油そのものより悪影響があると見方が変わった。10万分の1の濃度の洗剤が海の哺乳類や植物の体内で濃縮されると 急性の毒性を発揮するが、実際に散布域の長官隊に張り付く、大量の富士壺や、笠貝などが死滅した。エクソン社は、原油除去対応の鈍部を、各方面から避難され、バルディーズ市長のジョン・リボンスは、同社の危機対応のまずさに失望したと述べた。政府も、沿岸警備隊の出動で対応したが、エクソン社の前には、過去の流出事故以上に、 費用も計画も忍耐も必要な原油除去作業が山積していた。1万千人以上のアラスカの住民がエクソン社の従業員と共に汚染地域全域で環境回復のための作業に携わった。流出した原油の問題は未だにこの地域が抱える問題であり続けている。原油が溜まったプリンスウィリアム湾は岩の多い入江が多かったので原油で汚れた岩を 高圧の熱水で洗浄することに決まった。しかし岩に生息する微生物も吹き飛ばしてしまい、生物の食物連鎖の一部が断たれたためこの一帯は不毛の地と化した。石油会社との利害関係がないアメリカ人専門家の間では今日、原油は徐々に分解するのを待って、そこに放置されるべきだったという考えが発生している。しかし当時は科学的助言も一般社会からの圧力も、 徹底的除去一色だった。エクソン社は後に学生向けビデオテープというシールを貼った科学者とアラスカの原油流出事故というビデオテープを各学校に配布したが、その中の除去作業の報告は歪曲しているという。アラスカ州の資金援助によるいくつかの調査によれば、流出事故は長期と短期の経済的打撃をもたらすとしている。その中には、 ヨカやスポーツとしての釣りの棚上げ、観光客の減少、またエコノミストが存在価値と呼ぶ太古の自然を残すプリンスウィリアムワンの社会的価値の損失がある。動物賞は未だに災害からの回復過程にある。このベーカー VS エクソンの事例で1994年にアンカレッジの地裁判事は物的損害賠償に対し2億8700万ドル。 懲罰的損害賠償に対し50億ドルの判決を下した。懲罰的損害賠償の金額は、当時のエクソン社の単年度の利益額を基準算出したものである。エクソン社は、この判決を不服として、第9巡回区連邦控訴裁判所に控訴し、一審のラッセル・ホランド判事に懲罰的損害賠償の減額を求めた。2002年12月6日、 同判事は40億ドルに減額する判決を下したが、彼はこれを事例の実態に照らして判断し相対に過剰な額ではないとんだ。エクソン社はさらに類例における近年の最高裁の判例に基づいて審理するよう求めたが、これに対しホランド判事は懲罰的損害賠償額を45億ドルプラス金利に引き上げた。2006年1月27日に、 第9巡回区連邦控訴裁判所で意見陳述と口頭尋問があり、同年12月22日に懲罰的損害、賠償額は25億ドルに引き下げられた。法廷はその理由として、最近の最高裁の判決では、懲罰的損害賠償額に上限を設けていると述べた。エクソン社は、再度意味を申し立てた。2007年5月23日、 第九巡回連邦控訴裁判所は、エクソン社の要求を棄却し、同社が二十五億ドルの懲罰的損害賠償額を受諾すべきとする判決を指示した。同社は最高裁に控訴し、二千七年十月二十六日に判決が出た。エクソン社の公式見解は、原油流出の原因はあくまで事故であり、同社は原油の除去作業に、すでに推定二十億ドルを費やし、 さらに関連する民事、刑事裁判の最低20億ドルを要するとみられ、2500万ドルを超える懲罰的損害賠償は不当であるというものである。原告側弁護士は、事故の責任は同社にあり、その理由は、プリンスウィリアム湾を通過するタンカーの責任者に、水管を配置したかであると公弁した。エクソン社は、原油の除去作業と裁判に要した費用の大部分に、 保険金支払いを当て、バルディーズ号の損失分には税控除をした。また、1991年には、同社はアラスカ水産業の被害をめぐりと和解金で合わせた。合意の中で、エクソン社は7社に対して6375万ドルの支払いを保証したが、水産加工業者はエクソンに生じる、いかなる懲罰的損害賠償責任についても、支払い義務を課すことを明記させた。 エクソン・バルディーズ事故後の混乱の中でアメリカ議会はを可決したが、この中には100万メートルガロン、3800メートルを超える量の原油を流出した船舶の使用を禁じる条項が盛り込まれた。1998年4月にエクソン社は政府に対して異議申し立ての手続きを取り、バルディーズ号はアラスカへ戻らなければならず、この規制は不当に エクソン社だけを対象にしたものであると主張した、言うのは、エクソンバルディーズの他に該当する船舶がないからで、ある。油断区法はまた原油タンクと海水の間の核壁を二重に、する、ダブルハル、二重船舶設計を段階的に義務化する、スケジュールを設定した。ダブルハル構造が、エクソンバルディーズの災害を阻止することは、できなかったろうが、沿岸警備隊は調査の結果、 流出量を60%程度にまで抑制できたと推定している。エクソンバルディーズは栄光されて1989年7月10日にサンディエゴに到着し、7月30日から船体修理が始まり、約1600トンの鉱材が交換された。1990年6月にこのタンカーはシーリバーをめじってラネアン号と改名され、 修理に用した3000万ドルの請求書を残して出航した。この修理費を補填するため、映画ウォーターワールド1995年公開、撮影セットとして貸し出されている。このタンカーは名称を変更したので2007年8月時点で、まだ公開を続けている。これを保有するのは、エクソンモービル。 エクソンとモービルは1999年に合併の100%子会社である、シュライバーマリタイム社である。原油流出の超短期的影響については、包括的な調査が行われた。最も信頼できる推計によれば、事故後もなく死亡した野生動物の個体数は次の通りである。各種の海鳥、25万から50万は落、落コ。 2800から5000頭、カワウソ、112頭、ゴマフアザラシ、300頭、ハゲワシ、250羽、シャチ、22頭、その他酒やニシンの卵の被害は甚大であった。徹底的な原油除去作業によって1年後には現地を訪れる人間の目に触れるような被害の痕跡はほとんど見られなかった。だが今日でもその影響を探知することはできる。 長期的影響としては、様々な海洋動物の個体数減少がある。例えば、カラフトマスの個体数は減少したままである。しかしエクソンモービルは、最近の報告書で、プリンス・ウィリアム・ワンの環境は、善であり、生物社会も繁栄している。現地を訪れた者の目には、これがはっきりしており、と述べている。ラッコとカモは、事故後何年間も、死亡率が上昇したが、これは、 原油汚染した生物を餌にしたためであろう。動物の多くが汚染された土壌中に渦漏れた餌を掘り出す再原油にさらされていた。調査者の報告によれば海岸線に生息する紫以外などは汚染の影響から回復するために30年を要するかもしれない。原油流出から15年後にノースカロライナ大学の科学者が 明らかに下見は、バルディーズ号から流出した原油による打撃は、予想以上に長期間にわたるというものであった。エクソンモービルは2003年のプレスリリースで、アラスカや、その高く地で得られた科学的知見によれば、原油流出は、短期的には深刻な影響を与えるが、環境には驚くべき、回復力があるという正反対のコメントを残している。しかし、短期的にも、 長期的にも深刻な影響があると見る環境活動家は多い。全米で約4万人の石油、化学、原子力産業の労働組合員は議会が包括的な国家エネルギー政策を立法化するまで北極や生成物国家保護区案案における掘削調査に反対する声明を発表した流出事故後の混乱の中でアラスカ州の知事は バルディーズ号をはじめ原因を積んだタンカーすべてに対し、プリンスウィリアム湾からヒンチンブルックエントランスまでの区間で2隻のタボートによるエスコート、先導を義務化する政令を発した。このプランは1990年代になると、さらに進展し、常時出動していたタグボート2隻のうち1隻を64メートル、210フィートのエスコート対応に置き換えた。 バルディーズに寄港するタンカーの下半はいまだにシングル春ルのままだが、議会はすでに2015年を期限とする全タンカーのダブル春ル構造義務化を立法化した。現場一帯の海洋生物、特に海類、タラーザラシへの壊滅的打撃が原因で1991年にはアラスカ先住民の茶学ク族の経済が破綻した。 不動産査定に使われる各種の手法で汚染された資産の価値が算定され、皮肉にもバルディーズ号原油流出事故の結果として、ブラウンフィールドの開発が始まった。仮想評価法、CVM とコンジョイント分析が環境破壊に伴う複雑な問題評価の手段として幅広く導入された。その後、エクソンモービルの内部関係者が事態の深刻度を軽視して、 原油流出に関する報告書の内容を改ざんしたことが楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。